モラタマルティンはスペインマドリード出身のサッカー選手。セリエ A ユベントス FC 所属。スペイン代表。ポジションはフォワード。レアルマドリード B でのモラタ2008年にヘタフェのユースからレアルマドリードへ移り、フベニール C でプレーを始める。2010年6月には、フベニール A で34得点を挙げて2つのユースタイトルを獲得し、 レアル・マドリード・カスティージャへ昇格した。その後、トップチームの監督を務めるジョゼ・モーリーニョは、モラタを含め5人の下部組織の選手を、プレシーズンのアメリカ遠征に帯同させた。カスティージャでのデビュー戦となった8月15日のアルコルコンとの親善試合では、その試合唯一の得点を決めて、勝利に貢献した。12月12日のレアル・サラゴサ戦で、 トップチームに招集されたモラタは、後半終了間際にアンヘルディマリアとの交代で出場し、トップチームデビューを果たした。その10日後、デバンテとのコパデルレイでも後半77分から途中出場した。2011年2月13日のデポルティーボラ、コルーニャビートの試合で初のハットトリックを記録した。2011から2012シーズンは17ゴールを記録し、 B チームの二部昇格に貢献した。前シーズンの活躍が認められ、2012から2013シーズンよりトップチームに昇格することが決定した。しかし、トップチームでは安定した出場機会を得ることができなかった。ユベントスでのモラタ2014年7月、ユベントスへの移籍が決定。移籍金は2000万ユーロ、契約は5年間。なお、 最初の3年間は3000万ユーロの買い戻しオプションがついている。背番号は9番。9月13日のウディネーゼカルチョ戦にて、試合終了間際に、同郷のフェルナンド・ジョレンテとの子、2週間後のアタランタ戦で、ユベントスでの初得点を記録した。ユベントスに移籍し、出場機会が増えたことにより、同年スペイン代表としても試合に出場した。 チャンピオンズリーグでは準決勝でフルスであるレアル・マドリードと対戦。ファーストレグで先制点を決め、セカンドでも同点ゴールを決めてチームを決勝に導いた。バルセロナとの決勝戦でも先発し同点ゴールを挙げるがチームは敗れた。2015から16シーズンは34試合に出場して7ゴールを記録、ユベントスのリーグ連覇に貢献した。 3月20日のトリノ戦では途中交代で出場2ゴールを決めた。2016年5月22日に行われたコッパイタリア決勝ミラン戦では延長後半10分に値千金の決勝ゴールを挙げ、ユベントスの国内三冠に貢献した。2016年6月21日、レアルマドリードがユベントスから3000万ユーロの買い戻しオプションを行使しも ラタの復帰が発表された。買い戻し後にたクラブへ放出し再期を手にするとも報道されていたが最終的にチームに残留しシーズン開幕を迎えた。背番号は21番に決まった。2016年8月27日のセルタ戦で復帰後初ゴールを決めた。2017年2月26日、ビジャレアル戦では後半途中から投入され、 マルセラのクロスに合わせて逆転勝利に貢献した。4月5日、第30節のレガネスでは3得点を決めて、シーズン2桁得点を達成した。ベンゼマの控えという立場ながら、最終的にリーグ戦では15ゴール、シーズントータル20ゴールを記録、チャンピオンズリーグ決勝でも後半から途中出場し、優勝も手にした。チェルシーでのモラタ2017年7月19日。 チェルシーに移籍することで、クラブ間が合意。7月21日、5年契約を結び、正式にチェルシーに加入することが決まった。プレシーズンではゴールを挙げられなかったが、プレミア開幕戦のバーンディー戦では、チェルシー移籍後初ゴールを記録した。9月24日、ストーク式戦では、ハットトリックを達成してみせた。2018年8月3日、2018から19。 シーズンより背番号を9番から29番に変更することを発表。29番は彼の双子の子供の誕生日である7月29日にちなんだものである。2019年1月28日、アトレティコ・マドリードに2019から20シーズン終了までのローン契約で加入した。背番号は22番。二月十五日の第十五節ビジャレアル戦にて、 フィリペ・ルイスのクロスに左足で合わせ移籍後初ゴールを記録した。2019年7月6日、2020年7月1日からアトレティコに完全移籍することが発表された。2019から20シーズンから背番号が22番から9番に変更された。2020年7月1日、チェルシーからアトレティコに移籍金4500万ユーロで完全移籍した。 2020年9月22日、ユベントス FC に1000万ユーロの移籍金で期限付き移籍した。契約には買取オプション、期限付き移籍を延長するオプションが付属している。背番号は前回のユベントス在籍時にも着用していた9番。10月17日のリーグ第4節、黒島ネ戦で復帰後初ゴールを決めた。 スペイン代表として 2009U-17 ワールドカップに招集され4試合に出場して2ゴールを奪った。2010年には U-19 国際トーナメントにも招集された。2011年に開催された U-19 欧州選手権では大会史上最多となる6得点を挙げて大会得点王となった。2013年の U-21 欧州選手権では途中出場が多かったものの4得点を上げて大会得点王に輝いた。2014年11月15日に行われたユーロ2016予選のベラルーシ戦で代表初出場を果たした。2015年3月27日のユーロ2016予選、ウクライナ戦で決勝点となる代表初ゴールを挙げた。ユーロ2016本大会では グループリーグ第2戦のトルコ戦で2得点、第3戦のクロアチア戦で1得点と合計3得点を挙げた。2017年9月、2018、ワールドカップ予選のイタリア戦でもゴールを決めた。しかしその後はクラブでの不調などもあり、2018年3月の親善試合のメンバーから外された。さらに、ワールドカップの最終選考でも落選し、 ロシア行きを逃すこととなった。ヘタフェ CF について以下のように語っている。レアルマドリードについて以下のように語っている。ユベントス FC について以下のように語っている。チェルシー FC について。アトレティコマドリードについて以下のようにを語っている。2020年7月19日現在、レアルマドリードユベントス FC チェルシー FC スペイン代表。 ありがとうございます。